リットマンラジオとりあえずユニオン。ラジオをお聞きのアシストエポンの皆さん、1週間ぶりですね。グリーンチは、パーソナリティの響きゆうた役、ゆうちゃんこと、はい、神様こと、いじられまくりおこと、エロセこと、ガラガラ FMC こと、クワちゃんこと、はい、広瀬ゆうやです。このね、広瀬ゆうやに自信が持てなくなる。こんなにもいっぱいニックネームがつくと自分の名前が分かんなくなってきちゃうね。ラジオをお聞きのアシストエポンの皆さん、グリーンチは、今週もよろしくお願いします、うん、同じくパーソナリティの筒時代高校宝田立花役、ゆめさんこと、神ちゃんこと、宮本ゆめです。はい、こちらはですね、アニメグリットマンをアシストしていくラジオです。はい、リスナーの皆さんは、なんか今日すごい元気だな。そう、あい、あっしゃいみたいな、テンション高いな。もうまた今日クワちゃんが隣にいるのでね、画像として何なんだろうな、もうお約束になっちゃうね。もう3人でもう回すことになったんだね。なんかクワちゃんの顔見ると安心するもん。なんかすごい笑顔なんだよね。似てるんだよね。みんなクワちゃん調べてくれたかな。しらなんかね、ツイッターで言われてたよ、広瀬優也って調べてみたの。そしたらクワッカワラビって出てくる。比較画像あった。そう、あったあったあった。似てないでしょ。何件かやっぱね、みんな調べてたし。じゃあさ、それはなんか何て言うんだろうな、その表情の何て言うんだろう、笑った時とかだけに。ダメだ、ね、今クワッカワラビーと交互に見てたら、なんかどっちがどっちか分かんなくなってきちゃった。一緒になってきた。すごい似てる。そんなに似てるかな。似てるね。え、その調べた時はさ、似てるって言われてた、うん、似てるって言われてたし、なんかもうリップとかでもみんな似てる、うん、似てるみたいな。これはでも嬉しいことじゃないですか。なんかえ、なんかこの動物はすごい可愛いしさ、うんうん、なんか愛嬌もあるじゃん。自分で言う？いや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 、愛嬌もあるから、いやだからこそ、だから似てるって言われることに。動物がね、動物そう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 、あ、俺じゃないよ。俺だわけ。びっくりした、自分のこと言ってるなと思った。僕なんて愛嬌なんてないよ。愛嬌の塊じゃないか。あるのはいい声だけだよ。ありがとう。今日ね、そうだから今ね、キモいって言いそうになったんだけど、もう今あのね、先週ね、聞いたの、先週のラジオ聞いたら、あ、9回ね、ちょっとね、あまりにもゆうちゃんが不憫に覚えて。キモいキモい言われすぎてね、言いすぎてちょっとダメだなと思って。今日の約束は、キモいを言わない。キモいなしにしなしなし。キモい、あと俺もキモいこと言わないから、お互い頑張ろう。じゃあゆうちゃんはキモいこと言わなくても、なんかキモくなっちゃう。キモくなっちゃう。なんだ違うな、なんか俺の求めてた答えと違うんだが。違う俺は言い方がおかしいかな。なんかキモくなくてもキモ、どういうこと。なんかね、なんか気持ち悪いんだよね。え、じゃあ哲学的な話。広瀬はなんか気持ち悪いんだよ。でも理由はないみたいな。なんか言葉として、じゃあ例えばゆめちゃん可愛いねとか言ってきたらさすがに気持ち悪いじゃん。それは気持ち悪いよ。気持ち悪い。そういうことじゃないの。ゆうちゃんはなんか普通に話してて、うん、あ、気持ち悪いって思うことがあるから気持ち悪いって言っちゃうのね。言っちゃってたんだけど、普通に喋ってて気持ち悪いって思うことがもうある。そうそうそう。え、それは何、言い方、声。だから今日は言わない。え、俺すごい今もやもやしてるけど。俺は直す、これ直せないってこと。うん、あなたはキモいを我慢するってこと。うん、そう、キモいを我慢するよ今日は。何それ。じゃあ俺はちょっと気をつけるわ。じゃあ、キモいって思われないように。逆にちょっと普通にいるんだけども、いつもそうだよ。まあ、よりじゃあなんか、あの、気を使う的な、うんうんうん、そうだね、気を使わなくてはいいけど。気を使わなくてはいい。私が気をつけるんだから。気持ち悪いは言わない。気持ち悪い言わない。じゃあ今日はなしね。なしなし。うん、やばい、どうやって言っていいか分かんない。じゃあ、なんかどのテンションでいけばいいの。またさ、今回もとか言ったらさ、もっとなるでしょ。言わない、ならない、ならない。あ、言わない。でも思ってるの。まあ、進もう。はい、こんな二人だけの今日はパーソナリティーからでございます。また二人だな、もう。いいじゃないか。いいじゃないか。さてさて、今週は私、宮本アシストするメールが届いたので、だって。早速だよ、それ。そうだよ、欲しいって言ったら。ゆうちゃん、お願い。来るよ。はい。いきます。はい。アクセスネーム、かりんさん。ありがとうございます。25歳、男性だって。すごいリアルだね。ゆめちゃんは声もさることながら、人物そのものがもうサイの功で、笑い方やまめな相づち、またゆうちゃんが台本噛んだり困った時にゆめちゃんが代わりに読んであげたりするところに惚れました。よく見てますね。すごいね。ゆうちゃんはゆめちゃんのこういう細かい気遣いに気づいてますか。あ、うん、怒ってきてんのか。放送局の紹介の時なんて、いつも全部に対して、うん、ああ、うん、そうなるほどね、うん、で相槌打ってるんですよ。怒ってんのかって。だから この人はゆうちゃん怒られてるね。しかもこれ本当好きって言ってる。嬉しい。あ、でも推進、ゆめちゃんベタ褒めですが、ゆうちゃんの話しかけやすさやまっすぐなところがゆめちゃんのこういういい部分を引き出してるのかなとも思ってますと。ああ、なるほど。まあ、かっこ違うかもだけど、わらは言えないんだけど、こんな書かなくていいんだけども。すごい。いや、気づいてはいる。何が。そういうなんか相槌を打ってくれるところとかさ、 あと笑って、前なんか話さなかったっけ。あ、言ってたね。そう、ゆめさんが笑ってくれることによって、うんうん、なんか俺のそうでもないものもなんかさも面白いみたいに聞こえるから。違う違う、面白いんだよゆうちゃんは。ありがとう。危ない今。
今喉まで行っちゃって危ない今ね俺は思った今 ねバンって置いて島でも出てたもん出てた危なかった危ない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 今日なしだからなしだそういやだからそれは俺も気づいてます、うん、あらいや本当にありがたいよやっぱりこう笑顔とかがなんかなんていうの作った感じじゃないじゃんそうだね本当に心から笑ってくれてる感じがするから、うんうん、俺もなんかやりやすいなと思ってます ありがとうございます、うん、でもなんかほらゆうちゃんの話しかけやすさやまっすぐなところも引き出してくれてるのかなってゆうちゃんのまっすぐなところでももう話しかけやすい男性のことに嬉しいねあそうだね確かにでもなんか今回あれなんでしょ男性ファンも増えたんでしょそうだねグリッドマンを出たことによってねえカニさんもじゃあえ僕を応援してくれてるのかなそうだよほう嬉しい 気づいてますかとか怒られてるけど確かに気づいてます、うん、ありがとうございますそれはもうね毎回聞いてて思いますよじゃあ残りもうだって今日10回だからね何回だろうね何回だろうね分からんけど頑張りましょう逃げたよ頑張りましょうもう逃げたよまあ10回だねそうよ、まあ、意外と区切りはいいかもねそうよ逃げたよ今日はテンション上げていきましょうそうそうね、はい、始めていきますか始めていきましょうということでせーのアニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン第10回アクセスフラッシュ4キロペ4キロペアニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンこの番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしますせーのグリッドマントークさて番組前半は普通のお便りですアニメの感想を私たちパーソナリティやゲストの方宛てのメールを紹介しておしゃべりしていきたいと思います今あいつ真似したでしょ俺もあいつ打ってくわなんかやだいいやだって危ないね危ないよやだやだ、ね、今言いそうになった、うん、やだ口癖みたいになっちゃってるからね今回はアニメグリッドマン第9回の感想を特集いたします、うん、今回もたくさんのお便りいただいているそうですが、うん、ちょっと時間の都合上一部抜粋してご紹介する場合がございますあらかじめご了承ください、はい、ということではいアクセスネームゴジョピオさんからですゴジョピオさんありがとうございます。ありがとうございます。第9回見ました。これまでとはだいぶ違った演出でしたが、茜の理想が打ち砕け孤独が残る様がとても印象的でした。そして茜がただ打倒すべき存在なだけでなく、同時に助けてあげたくもなる存在になったし、茜について知ってもなお気遣う立花も素晴らしかったです。ユタについても回を追うごとにどんどん主人公らしくかっこよくなっており、彼自身もヒーローになっていく様を見ると心が熱くなります。物語も佳境ですが、最後までこのラジオとともにアニメグリッドマンを応援していきたいと思います。そのことです。第9回ね、リアタイで見た？見た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 、ね、なんか本当にね、ゴジョピオさんも言ってるけどさ、うんうんうん、ちょっといつものなんかグリッドマンとはさ、うん、雰囲気若干違ったよね。違ったね。まあ夢の回なのかな、うん、茜が作り出した怪獣うん、うん、あれは何なんだっけ、怪獣のなんか出してる、そう、もう煙がもう夢を見させる怪獣ですよね。ね、自信ないだよね。そうそうそう、でそこで茜が一人ずつなんかユータとの関係性、立花、うんうん、との関係性、うん、内海との関係性みたいな。私はね、内海を見直したの本館前で。あ、確かに確かに確かに危ない、いや危ない、俺も今自分で言いそうになっちゃったよ。危ない危ない危ない、確かに確かに、ね、なんかもうさ、今までちょっと茜に対してさ、あーなんてもう美少女なんだとか、そういう ね目線でいたじゃん。しかもさ、そんな可愛い子がさ、自分の趣味の怪獣をさ、うん、いいってなんか一緒の趣味をさ、うんうんうん、持ってくれてさ、普通だったらもうコロッといっちゃうよ。なんか前の内海だったらね、なんか、うん、新庄さんってなって言っちゃってもおかしくないしね。そう、だからそこでやっぱね、同盟のグリッドマン同盟のなんか力を感じた。かっこよかったよね。かっこよかった。あの、なんか3人で走ってくシーンやばかったよね。かっこよかった。みんなが気づいてさ。そうそうそう。そう、 BGM も今回少なかったもんね。確かに。なんかすごいトントンと進んでって。なんかさ、あれらしいよ。なんか空の、どうしたどうしたどうしたの、毛が舞った、毛が舞ったりついてる、毛が舞ってる、ごめんごめんごめん、舞ってない舞ってない、大丈夫、放送事故、うん、なんだこれ、どうしたの、俺の服のせいだ、あー服が、ごめんごめん、今いいシーンになったね、休憩中じゃないんだ、休憩中じゃない、ごめんごめん、手術してるから毛が、毛がもう毛がいてさ、ごめんごめんごめん、毛がごめんごめん、でなんだっけ、なんだっけ、あ、そうそう、空のね、空の絵が違うの気づきました皆さん、空の絵、空の絵がベタ塗りなんですよ。ベタ塗りっていうか、なんか色が鮮やかなんですよ、空のが、いつもより。あ、そうなの。そう、なんかいつもさ、あのほら、あのアニメのアバンが終わった後にさ、うん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 、出るじゃん、提供の
もう、はい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 、あれの後ろにさ綺麗な空が描かれてるじゃん。 あるねあるね。そうそう、あれの空じゃない空が描かれてるの。あれの空じゃない空な、そうあのまあちょっとテイストの違うというか、そうそうそう、なんかちょっと色が深すぎる不自然な青になってたり、木がちょっと不自然な緑になってたり、まあ、じゃあ現実じゃないというか、そうそうそう、その夢の中の出来事だよみたいな、よりちょっと気持ち悪い感じが、気持ち悪い、あ違う違う、ゆうちゃんじゃないから、俺じゃなくて、あもう怖いわ、敏感すぎる、なんか今なんかしたからと思ってしてないしてない、あのない、グリッドマンのね、グリッドマンのね、そのちょっと世界観というかが変な感じだったんだ、そうそうそう、淡々と進んでる感じがね、ちょっと気持ち悪かったよね、うん、俺の顔見ながら気持ち悪かったよねっていうことすごい気にしてるんだね、ごめんね。でもさ、なんか俺泣いたのよ、もう私も泣いたよあれを見て、うん、なんか茜のさ、うん、なんかあんな茜俺ちょっと初めて見たというか、いやまあだから一人の時ああいう子になるんじゃない、その一人の時に自分と向き合ってしまったっていう、しかもなんか、まあ、ゆうたとはさ、うんうん、ちょっと恋人みたいな関係性で、りっかとは友達なのかな、友達だ、ね、親友みたいな、うんうんうん、でうつみとはなんか趣味の合うさ友達みたいな感じでさ関係性で描かれてたじゃん、あれは茜のしたいことなのかな、だから茜の理想なんじゃない、その茜は、茜、うんうん、がその雄太に、雄太はだから普通の男子高校生じゃん、そうだね、だからその人に彼女を持たせたらちょっと自分の方に寄ってくれるんじゃないかとか、ちゃんとした仲いい親友、立花だったらちゃんとした仲いい親友、うんだったら立花もこっち側に来てくれるんじゃないかとか、もうその立花と茜が友達だったらこういう風になってたんじゃないかみたいなこと、そしたら茜側にちょっと味方してくれるんじゃないかとか、そのっていう解釈、私は、あーなるほどね、そうそうそう、あー確かにな、それもあるかもな、そうなんかだからすごい切なくなってさ、いやもうだってね、れいちゃんがね良すぎるのよ、ね、あの屋上っていうのかな、なんかあの外でさ、あのアレックスと一緒に見てたところね、そうそうそう、なんか夢でも届かないのみたいな、そうなんかさ、ちょいちょい夢のシーンと現実の世界がさ繰り返されてちょっと描かれてたじゃん、なんかだからこそよりさ、ね、あかねなんかもう行かないでとかさ、ね、だから私さその後あれ見た後踏切のカン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 あるじゃん、あったね、あれを現実世界で見るとなんかね怖いのよ、怖い、なんか自分が何かするんじゃないかと思って怖くないじゃん、どういうことどういうことどういうこと、なんかなんかシーン的にカンカンカンってなったらさ、うん、夢とさ現実がね行き来してたじゃん、うんうん、だからなんか、ね、あのカンカンカン見たらなんか、どっか行っちゃうんじゃないか、そうそう、私はどこにいるだろうみたいななっちゃうの本当に、ね、それぐらい見たから、あのあそうだね、そうなんかすごい回だったよ ね、 緊張する回だったね、なんかあのー、ねアフレコ中も、ねうんうん、すごい緊張感でやってたけど、ね、やっぱより音がついて絵がついてってなると、あんな感じのテイストになるんだなと思って、ね、ちょっと切ないなって思った、切なかった、うん、でこの人も回を追うごとにさ、ゆうたの主人公らしくなってるって言ってたけど、うん、いやこれねいいコメントですね、それは本当に本当にそうなのよね、演じてても思うし、なんか前まではなんかすごい不安でさ、勇気がなかったり自信がなかったりしてたけど、なんか本当に違うものは違うってしっかり断言できるなっていう、だって茜のこと振り切ったからね、ね、あんなことされたらどうよゆうちゃん、俺は無理もうやめようかなって、もうアクセスフラッシュやめようかな一回って思うわ、アクセプター違う、アクセプター取るよ時計つける、あの時計漏らすじゃん、あ金から、うん、かるね、そうでもやっぱ雄太のなんか、まあ回を毎回さ、うん、グリッドマンと一緒にさ戦って怪獣倒してっていう中で、うんうん、やっぱり雄太自身もなんか自分のねやるべきこと、うん、っていうか、なんかだん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 分かってきてるのかなって、そうだ、だって最初一話の時はね、俺のやるべきことってセリフもさ、うん、俺のやるべきことってグリッドマンに聞いてたりしてたじゃん、 それがなんか俺のやるべきことってあの決意に変わった、そうだね、あのゆうちゃんの演技は好き、ありがとうございます、そうだね、いやいや盛り上がりすぎちゃいましたね、盛り上がりすぎちゃいましたね、はいはい、はいはい、まあということでね、うん、まあいろいろまあもうちょっと最終回もね近づいてるということで ね、うんうん、ねとにかくねメールがねそういっぱい来てくださってるんだよ、終わりたくないよ、終わりたくないね、やだよ、そう、それとね、はい、同時にねいっぱいメール来てくださってるんで、はい、まあちょっとできるだけねちょっと名前とかもね、うん、紹介していきたいので、うんうんうん、ちょっと短く紹介な、はい、していきたいなと思います、はい、まずいきます、はい、アクセスネーム、うん、ファイナルダイヤホースペシャルさんからいただきました、あかねやうつみが持っていたソフビ人形はすべて原作で夢がキーワードになる回に登場した怪獣になっていて、トリガーのこだわりやべえってなりました、そうなの、そうなんだ、知らない、俺も知らなかった、てかあれなんだって、あのさ中野のマンダラケ出てきたじゃん、言っていいのかな言っていいのか分かんないけど、あそこでさ、ね、一番なんていうの手前のドーンっていた、うんうん、なんかウルトラマン、あれ人造ウルトラマンみたいなやつですよね、人造ウルトラマン、そうなんかウルトラマンじゃないウルトラマンみたいなね、
やつらしいんですよ。だからちょっと夢とかけてるのかなとか考えちゃって、監督が。あーなるほどね。そうだからなんかもうね、トリガーさんのこだわりがすごいんですよ、ね、本当に。全部その夢の回に登場した。いやー素晴らしい、ね、いやーすごいね、はい、続いて、はい、アクセスネーム青の反転さんからです。ありがとうございます。宇都宮と茜の足だけ映してるシーン、宇都宮、はいはい、の感情がわかる絶妙なシーンでした。だってあったね、あったね、あの夢のシーンがね、なんか茜がこうどん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 グイグイ来て、うん、ちょっと宇都宮がねグズンってなってるやつね。最初はへってなったけど、楽しいってなって、まあでも最終的にはさ、いやこんなのおかしいだろうってなるんだけど、まあそこの最中のシーンだよね。そうだね。ちょっと咳払いする？したか、咳払いしたそうだったから咳払いして。咳払いしてください。大丈夫？大丈夫だよ。するんかい？するんかい？はい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 。ほんで、はい、アクセスネームサングリさんからいただきました、はい、ありがとうございます。保健室の立夏のすっごい偶然じゃんの後の茜の間が、間が、すごい、すごい、あれはすごい、あったね、あのシーンいいよね。なんかねこれも全部に通してなんだけど、なんか変な空気感だよ。なかった、あだ変な、言っていい、キモー、あー言われた、初キモい。まあでも何言うのただって口が回らん、なかった、そうだね、噛んじゃったね。そう、変な感じじゃなかった、変な感じだった、全部に通して、距離、まあもちろん距離感がおかしいのは、まあ多分一番、うん、って、まあ普段の茜とユータとか茜とリッカの距離感じゃないから、それはうんとは思うけど、なんか間とか絵の感じとかも、しかもリッカと茜ブレザー着てたよ。リッカだ、せやね、ね、あれ4月のカレンダーがあったの知ってる？あ、4月の、あ、そうよ、出会いの当初のことか。そうよ、だから私そう立夏的ななんかやってたんだ。新入生のね、あの部活の説明会行くみたいなさ、あったね、あったね、話とかもあったじゃん。あれはね、あれはねえ、何、うん、まあ、でもエンディングでもブレザー着てるからねまあまあね、まあね、うん、そうそうそう、ということは言っとこうかな。まあでもその間とかすごかったですね、はい、すごかったですね。アクセスネームつばめさんからです、ありがとうございます。トンカワ家の墓を見て目を覚ますユータは間違いなくヒーローでした。俺これは本当に思った思った、自分で思ったか。これは本当になんかちょいちょいさ、グリッドマンがさ、映ってるじゃん、いろんなところに、あの画面とかに、でもユータは気づかないのよ、で、お墓を見て気づくっていうのが、で一応トンカワってさ、一番最初に、1話だっけだよね、1話かな、一番最初にさ、バーンってなって死んだことにされちゃった、スペシャルドッグを潰しちゃった子ですよ。でなんかそのユータはそれを忘れてないんだなっていうのに、俺はなんかすごいやっぱ正義のヒーローだなと思ってさ、まああれからさ、いろんなね人がまあ亡くなったりとかしてるとは思うんだけど、やっぱそのトンカワのお墓を見て目が覚めるっていうところがやっぱ一番素敵だなと思って、そうだね、心のどっかでちゃんとユータがいたんだね。そう、あんなにね支配されてない茜に、茜にもう流されそうになったけどさ、やっぱりいや違うよって言えるユータ、だからもう ね、それがね、そこで生きてくるのがオープニング主題歌ユニオン。マジで歌詞がさ、今週のまんまじゃなかった？目を覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞよ、目を覚ませよ、目を覚ませ、確かにもうそこでなんかもうブルブル来ちゃって鳥肌立っちゃった。ユニオンだなと思って、それでもヒーロー、そう、なんか1番も2番もだけどさ、なんかいろいろ表してるよね、やっぱ改めてさ、もう9話まで見て、まあみんな何人かさ、こうなんじゃないかといろいろ考察はしてると思うけどさ、確かにね、またアニメ見てからオープニングに戻ったりするとか、そうそうそう、歌詞の意味って結構、あそこでやっぱユータがじゃあどんどんさヒーローになってくこととかもユニオンの中で描かれてたりするし、もうなんかさすが奥斗さんだなって思った、今回の9話見て余計に、もう一回オープニング聞こう、お願いします。そして、はい、アクセスネーム、ヨウさんからいただきました、ありがとうございます。クワッカワラビー調べました、本当にそっくりでしたね、わら、あやこれ感想ちゃうじゃん何？俺今普通になんか、クワッカラビー調べました、本当にそっくりでしたねみたいなテンション感言ったけど何これ、よかったね、でも調べてくれてるって半笑いっていうかめちゃめちゃ笑ってるじゃん、本当に嬉しい。これはまあでもね、さっきオープニングでもいじったけど、これは褒め言葉として私は受け取りますよ、そうですね、いいよね、はい、いいです、嬉しい、いいと思います。でもなんか見たら笑っちゃうんだよね、クワッカワラビー、そう、俺もちょっと動物園行こうよ今度、みんなでグリットマンチームで、俺もクワッカワラビーに会いたいっしょ、会いたい、私もツーショット撮りたいのよね、で帰る時には俺が檻入ってて、あ、そうだね、私クワッカワラビー手つないでクワッカワラビー、みんな気づかず帰るみたいな、で俺もなんかもう本当にクワッカラビに入っちゃって、もうなんか抜け出せない、どっちかどっちか分かんないみたいな、やろ、やらない俺やばいやつ、絶対みんなでさこうあげられるよ、こうやって
男の人が変なやつがいるってなっちゃう。炎上だねツイッター。そんなことはなりません。まあでもね、褒め言葉として、そうだね、受け取っておきますよ。はい。ということで続いては私たちパーソナリティ宛てのメールをご紹介いたします。うん、アクセスネーム冬木さんからです。ありがとうございます。ゆうちゃんゆめちゃんこんにちは。11月27日にお二人がゲスト出演された吉田ひさのり D スタジオでは MC の吉田アナと中村さんに怪獣ガールズコンビの新田さん八木さんたちを巻き込みつつラジオでのやり取りを映像付きで見られてリスナー的にも大変面白かったです。またお二人の D スタジオにゲスト出演された感想をお聞かせいただけると嬉しいです。では事務所の先輩をも困惑させるゆうちゃんの天然ぶりがラジオでも発揮されることを楽しみにしています。ありがとうございます。これさ、あの打ち合わせの時はさ、うん、なんか俺ゆめさんなんかメイクしてたんだよね。そうそうそう、私メイクしてて、そうそうそう、で俺一人で、まあ、場当たり的なのさ、ね、やって、うんうんうん、その時は俺も真面目にね、うん、そうボケることもなく、そうなの、ちゃんと、あ、はい、騒いでなかったの、何も、もう静かに何とか言って、あ、じゃあここはこういうか、あ、はい、わかりました、あ、そうなの、まあね、根が真面目だからね、ゆうちゃんはね、うんうん、そう、で、やってよ、うんうん、で、まあ、ゆめさんとは打ち合わせしてなかったじゃん、何も、ね、何もしてなかったね、で、一番最初にさ、カメラでこう抜かれる、うんうん、抜かれたじゃん、うんうんね、最初二人で、うんうんうん、なんか響き言いたいくの平瀬ゆうやさん、うんうんうん、かゆくの今ゆめさんって言われて俺らがどうもってやるっていうのがあったじゃん、カメラで抜かれるところがね、どういう風になるのかなと思って、おうおうおう、とりあえず本番前にさ、あ、そうかそうか、リハーサルそれもやってたってことでしょ、そう、俺は一人でこうやってどうもどうも僕はですってやつ、でもそれじゃ面白くないなと思って、うんうんうん、まあアクセスフラッシュするかと思ってさ、こう出る瞬間にさ言ったじゃん、ゆうさんにじゃあアクセスフラッシュ一緒にしようみたいな言ってたね、うんうん、でバン来てせーのアクセスってやった瞬間にあなたやんなかったじゃん、うんうん、やんなかった、そこがさすがでしょ、求めてたでしょ、あれ求めてた、やんなくてよかったら、あれやってたらアクセスフラッシュって言っていい、そうそうそう、ね、何も面白くないじゃん、そう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 、あなたがやらなかったことによって、うんうん、おーいっていうあのいつもの、うん、そうそう、ツッコみたいだろうなと思って漫才ができたじゃん、思ってた思ってた、そうちょっとちょっとみたいなやつができて、うん、そうそうそう、さすがだと思ったよ、無でいた私本当に後から映像見たけど、うん、あなたマジで無なんかこの間笑ってるなんか変な変なみたいな。そうで、そっからね、そのいつもの空気感になれたから。ああ、そうでしょ。やっぱね、緊張してたしだって。なんか緊張してた。本当？なんか硬くて、でもゆうちゃんがその始まる前に。始まる前ね。そうそうそう、確かに。ちょっとね、いっぱい人もいたじゃん。なんかまあね、そう、先輩二人だったしね、同じ現場にね。先輩方もいたし、ね、どうしようかなみたいな、なんか。こんな感じでやったらさ失礼じゃない、うん、あのお呼ばれさ、そうだ、ね、されてるからご招待いただいてる身ですからね、そうそう、ちゃんとやるべきかなってなったけど、アクセスフラッシュしてないの見た瞬間に、うん、もういいやと、いつもの行こうと思って、そうですよ、ちょっとちょっとみたいな、うんね、大丈夫やった人たち何やっても大丈夫だから、いつものさこのラジオのね、うん、積み重ねがさ、うんうん、出たね、積み重ねつかあのいつもの空、うんうん、なんだろうな、成長できたの、そうそう、でもね、なんか本当にだから先週も言ったけど、私最近本当に嫌なのよ、だからゆうちゃんが欲しいものを分かってきちゃってる本当にね、欲しいふりよね、そう、私本当に打ち合わせしなかったもんね、何にも、そう、いや、そう、止まった時に、あ、私やばいなと思った、あいつ欲しがってんだろうなと思って、ね、普通の私だったらアクセスフラッシュしてますよそりゃいやありがたいね、確かに回を重ねることに ね、うん、ね、いやいや、ありがとうございますよ、ね、そんな感じでしたね、はい、はい、ということで以上、番組前半は普通のお便りをご紹介するグリッドマントークでした、うん、アニメの感想、出演者宛てのメッセージ、アクセスお待ちしております。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。グリッドマンインフォメーション、こちらはアニメグリッドマン関連の情報をお伝えするコーナーです。はい、放送情報、はい、テレビアニメグリッドマンは、うん、東京 MX、MBS、うん、BS11、うん、大丈夫か、ごめん、ワウワウにて好評放送中、うん、拡散、うん、うん、多いな、なんかさ、相槌のこと言われたらさ、が多いよ、気になっちゃって自分で気になるよ、ごめん、テレビアニメ、うん、グリ、うん、と、うん、まあ、うんとなるよ、いずれいずれ一応になるから、ごめんごめん、気にしちゃってたか自分で今、そうだ、いや、ありがたいけど、ありがとうございます、すいません、じゃあ一つに2個ぐらいに、無は寂しい、わがままだな、分かったよ、はい、続いて音楽情報です。オープニング主題歌、奥田さんによるユニオン、そしてエンディング主題歌、内田真彩さんによるユースフルビューティフルは好評発売中でございます、うん、ぐらいでいいと思うこれだったら、それはね、キモいぞ今の、あー出た、はい、今のはキモいぞ、はいはい、何何何何何今日いつも普通すぎるからなんか変な感じだと思うから、まさかだわ、空回りだよ、ゆうちゃんそういうとこあるからね、そうだよな、 やっぱやろうやろうとするとね、やる気がありすぎると空回り、ちゃんとやろう、はい続いて、はい、
そして、はい、見失わないでよ原稿今どこ読んだの。3個目でしょ、はい、キャラソンよ、はい、響優太内海翔によるキャラクターソング1、うん、そして宝田立花新庄茜によるキャラクターソング2は12月12日発売です、はい、これぞキャラソンといった感じでそれぞれのキャラクターの個性が爆発しているのでぜひ聴いてください。もうあと5日よ発売。そっか、うん、楽しみだね。流れてる時にはもうそうだな、うん、買ってください。お願いします。お願いします。さらにグリットマンとアンチによるキャラクターソングも発売が決定しました、ね、こちらは12月26日発売です。どんな曲になるのかお楽しみに。松川さんが言ってたもんね、なんかグリットマンの曲は、ね、グリットマンの曲はユータ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 みたいな、おそらくラップ調であるという、そうそうユータの ね、 ね、おそらく松川さん曰くだけど、その辺も楽しみにして、本当にそれだったら俺マジで笑っちゃうよね。緑川さん見ただけで笑っちゃうかもしれない。それソロバージョンも聞きたいね、うんうん、ラップ版も ね、 聞きたいね、はい、はい、そして、あ、先週も、うん、ご紹介させていただきましたが、はい、佐々木七郎さんによるグリットマンオリジナルサウンドトラックが、12月19日に発売です、はい、5000字を超えるセルフライナーノーツを収録してますので、うんうん、ぜひ手に入れてください。よろしくお願いします。続いてパッケージ情報です。アニメグリットマンブルーレイ &DVD 第1巻は12月19日発売でございます。160ページになった豪華ブックレットやボイスドラマ CD などなど豪華特典盛りだくさんでございます。店舗ごとのオリジナル特典も充実しておりますのでぜひチェックしてください。さらにアニメ通販サイト、はい、キャニメにて購入できるキャニメ特装版には2種類の原画クリアファイル、うん、ステッカーが付きます、うん、加えてキャニメ特装版第4巻には、うん、キャラクターデザイン坂本勝さんに、うっ、うん、びっくりしたなんかだ戦った。大丈夫です、うんうん、坂本マザールさんによる書き下ろしの全巻収納ボックス、はい、そしてファインクローバー製のグリットマンイニシャルファイターオリジナルソフビが特典になります、はい、ぜひチェックしてくださいねと、その他全ての情報はテレビアニメグリットマンの公式ホームページツイッターをご確認お願いいたします。はい、以上アニメグリットマン関連の情報をお伝えするグリットマンインフォメーションでした。アニメグリットマンラジオとりあえずユニオンアクセスフラッシュ。さて番組後半はバラエティーコーナーです、はい、このラジオにはコーナーが3つあります、はい、ということでまず1つ目、はい、あなたの4つの S、うん、こちらはグリットマンのあの前についてるね、うん、SSSS のようにリスナーさんの4つの S の意味を投稿していただくコーナーです。2つ目昔の〇〇ってすげえな、はい、電光超人グリットマンがグリットマンとして復活したように、うん、2018年に復活してほしいアイテムやコンテンツを募集紹介するコーナーです、うん、昔こんなすげえ〇〇があったんですよ、うんうんうん、パーソナリティのお二人は知ってますか、うん、という情報をお送りください。そして3つ目アシストーク、パーソナリティにアシストしてほしいお悩み相談などを募集紹介し、パーソナリティがアドバイスします。逆にパーソナリティからリスナーの皆さんにアシストしてほしいことを番組でお伝えしますのでアドバイスを投稿してください。すごい、噛まなかった、すごい、うん、いやそうなんですけど、すごいすごい、あとこんなコーナーがあったんだっていうのも、うん、俺も改めてなんかこういうコーナーだったんだみたいな、なんか、あ、そうだね、読んだことある、この説明文いやないかもしんない、あるのかな、1回ゼロ回ですよね、初めて読んだね、で全然昔のままってすげえなやらないしねえ、でもラジオ聞いてる人からとったら何のコーナーがあるか分かんないから、ね、SSS もなんかキャラで読むっていうコーナーになってきてるし、うん、そうだね、アシストークだけだよ毎回ちゃんとやってるの、本当だね、毎回もやってるかな、でもやってない、やってないじゃん、バラエティコーナーとは、そうよ、もう前半がバラエティコーナーみたいになっちゃってるから、いいこと言うじゃん今日はちょっとバラエティ、あ、今切ってたな、今切ってたな、俺は聞き逃さないと、聞き心地がいいな、聞き心地がいいありがとう、声優妙理に尽きるというもんですな、はい、ということで今週はこのコーナーにアクセス、うん、せーのアシストページめくってないんだよ、ダメよ、俺まだ会話続けると思ったら、なんでなんで、ちょっと気持ち悪いって一緒になっちゃったからさ、じゃあ今日はなんだ、何、お、アシスト、自分で言って、今アシストって言ったじゃん何言ってんの、記憶、俺口とね頭あんま決まってないから、言ったんでやりすぎて記憶喪失なんじゃない、もうちゃんとしてね、はい、アシストークだね、え何今、おや、ゼロ人ブースゼロ人説今消えたよね、一瞬先週もあったからね、これチーンってなる、吉田あのヨッピーさんのあの番組の時もさ、うん、あったね、一回スタジオゼロ人説あったよね、ほんとあそこのスタジオめちゃめちゃ人いたのに、ね、あんなにいたのにさ、いやこれこれこうなんですよ、そうそう、シーン、うん、みたいな、無視、あれは無視なのかいなくなったのかどっちなんだろうなと思って、いや無視よ、あれ無視番組中にゲストが無視されるとかあるんだ、
あれはねすごい信じない、知らない番組が多いわ。なんかね、なんか言ってることが分かんない時があるんだよ、なんか理解追いつかないんだよ多分。あ、みんな俺がちょっと上を行き過ぎてるのかもしれない。おー、ポジティブでいいと思います、読んでください。読んで。はい、アクセスネーム、うん、SSSS スパイナーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆめさん、グリニチは、突然ですが助けてください。あら、僕はグリットマンのヒロインは第1話を見た時から立花推し、うん、おめでとう。で、抱き枕カバーも予約済みなのですが、つぶらや怪獣ファンとしては同じ趣味を持つ茜のことも気になってしまうのです、うん、この気持ちをどうしたらいいでしょうか。その気持ちを抱き枕カバー茜のことを予約することにおすすめいたします。確かに2つ買ってください。いやらしいな俺ら。こんな安くなった俺ら、ついに。そうだ、右には立花、左には茜置いて寝る。うわー、なんか前までもっと親身になっちゃったと思うよ。何その買わせる戦法。しかもなんか、はい、これはもう買えばいいと思います。じゃあどうする、続いてはって行こうとしてないでしょ。ダメだよそんなんしてないよ。スパイナーさんは男なのかな、はい、女なのかな、どっちなの。男性なんじゃないでしょうか。男性か、男性なんじゃない。どうする。でも一回押しだったよ一応。ありがとう。うん、いやね、ありがとう。いや、ありがたいんだけど、これ茜のことも気になっちゃう、この気持ちをどうしたらいいでしょうか。なあ、でもね、やっぱね、でも俺は思うの、ん、2頭大物1頭得ず。おどこで勉強したの。さっき見た、なんか広告かなんかで。よく知ってる、そんな言葉。そうだがね、うん、ダメ、この気持ちをどうしたらいいでしょうじゃないの。お、自分で決めないと。こんなのは人に尋ねることじゃないんだよ。確かに自分で立花か茜かを決めないといけないの。なるほどね。じゃあどっちなの、ね、どっちなの。じゃあちょっと待って、まだ俺の話は続けて。この人はもうね、決まってんの、心の中では。立花か茜かを。そうなの。そう、うん、でも認めたくないだけなんだろうね。あ、そうなの。だから2個入れるなら、うん、え、茜も立花もゲットしようと思って。え、そんなスパイナーさん気持ち悪くないから、ゆうちゃんみたいに。違う、あれ違う。びっくりした今。違うか、こんな感じじゃないか、うん、やめてやめて。失礼よスパイナーさん。そうって思ってるから、うんうんうん、俺は絞るべきだと思うよ。で、ごめん話戻すわ。なんだっけ。え、なんだっけ、私も言うこと言っちゃった。何。俺のせいだ。分かんなくなっちゃった。ゆうちゃんならみたいな。いや、分かんない。え、でもいいよ、いいと思うよ。二人好きってありよ。これはダメだ。ダメだ。もううちら喧嘩よ。もう30分ぐらい喧嘩するから。もう終わったよ。いや、まあ、それは置いといて。うんうんうん、ね、もう、あかねのこともね、ぜひ。そうですよ。よお願いします。ね、どっちも全然一人に絞らなきゃいけないとかないですから。うん、意志弱い俺は。いいのいいの。はい。終わりかな。終わりですね。アシストークとは。終わり。アシストークとは。終わっちゃった。終わっちゃった。さあ、続いて、はい、お、今日はもう一個いきますよ。お、やったー。このコーナーにアクセス。せーの、昔の〇〇ってすげーなー。これいつぶり、いつぶりだろう、ね、おまけでやったのよ。おまけでやったか。しかもおまけでやるっていうね。本編でやらんのないのかいっていう。そうですよね。じゃあアクセスネーム、はるちまどんどこさんからです。ありがとうございます。現代でも使われているものなんですけど、ポラロイドカメラってめちゃくちゃ便利じゃないですか。撮ってすぐ現像できるのってよく考えたらすげえなー。なんと、うん、1960年代にはすでにカラー写真にも対応していたそうなので驚きですだって。うわ、いろいろある。かっこいい。何、おしゃれだね。超かっこいいじゃん。え、なんかさ、写真そのものっていうよりなんかカメラ自体がまずおしゃれだね。うん、うんうん、おっきくない。でもこれなんかどのぐらいのサイズなんですか。あ、こんなに、こんなにって言ってもなんか顔ぐらい。わかんないのよ。人の顔ぐらい。あ、でかい。ほら、で、こっからウィーンって出てくるんでしょ、撮ったやつが。チェキでしょ、今で言う、多分。あー、なるほど ね。撮ってすぐ出てくるやつ。うんうんうん。もうちょっと難しいわ。1960年代にはすでにカラー写真もあったんだって。すごい。え、でも、え、なん、どういう、欲しい。どうしたどこに今、もういろいろ忙しかったけど。え、なんかさ、ピントとか合わせられるんですか。売ってるんですか。あら。買ってよ、ちゃん。俺がなんだよ。誕生日。あ、誕生日もうすぐだから買って。あ、近いの。1月です。あ、ハッピーバースデー。ふぅふぅ。いやいや、ちょっとさ、浅い。始めたはいいけど浅い。びっくりした今。誕生日近いんだ。近いです。じゃあお願いします。ポラロイドカメラを、うん、みんなで写真撮ろう。いいね。ねえ、いいね。写真とか撮る。あ、写真好きじゃん。めちゃ好きじゃん。めちゃめちゃ写真大好き。あ、今、あ、え、これじゃあ現代版でポラロイドカメラを作ってる会社がある。割といいねするのね。ほんとだ、買って。だ、うん、うん、うん、買うわ。え、すごい。12,000円、2万円。写真いいわ。写真好き。俺も写真大好きだからさ。私より好きだよね。映えっていう映えをさ、追求する映え人だよね。映え人、映え人、映え人。映え人、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 書こうか。映え人、映え
なんでこんなことやらなきゃ。バエの人、バエ人でバエ人、バエの人をバエ人っていうの初めて知った。俺バエ人なの。バエ人意味が分かんないから、このラジオ聞いてる人は俺らの会話の。ごめんね。そう、でも確かにカメラ大好き。すごい気にするんだよね。じゃあポラロイドカメラ買ってみようかな。いいじゃん、ね、また新たな買って、買ってだから目覚める。いや俺が買うから。なんでよ喧嘩か。また先週も喧嘩したけど今週もか。すごいな、ポラロイドカメラ。じゃあ今度買って、持ってきて。ありがとう。バシャリ。だからなんで買うこと前提の話が進んでんだっつってんだよ。あ、わないよ。引き笑いがもう、はい、どうぞ。大丈夫、知らないでね。死んじゃいそう、はい、続いて、あ、もう一個いきますか。いきましょう、アクセスネームひげ酒場さんからいただきました。ありがとうございます。昔のテレビ、しかもリモコンのなかった頃は、うん、出っ張ったつまみをガチャガチャしてチャンネルを変えていたようです、うん、それにテレビの映りが悪いと、あ、これよくなんか見るね、おばあちゃんがチョップしていたとか、今の薄型でん？チョップしていたとか、今の薄型で、あ、そうね、うん、そうそう、うん、あ、俺が、ね、今の薄型でチョップしたら骨折しちゃいますよね。あれだよね。でもなんかさ、昔のラジオ、昔のラジオっていうか今もなのかな、ラジオ機器、機器ラジオ、うんうんうん、なんて言うんだろう、あの機器ラジオ、機械のラジオ、あのさ、奥型のラジオがあるじゃない。 あれをカチャカチャして、あ、番号合わせますよね、確か。そっか、テレビちょっと今インターネットステーション温泉さんで言うのもなんかあれなんですけどそう、今普通にラジオで聞くそうだね、今携帯とかでも聞けちゃうけど、スマホで聞けるじゃん。 そういうさつまみだよね多分。今でもこのテレビ持ってる人いんのかな。いやダメでしょ、だって繋がんないでしょ、地デジじゃん、うん、これで8ちゃんとか7ちゃんってそういうこと、あ、でもちゃんと12ちゃんまでなんですね、昔も。そこは今もなんだ。下のボタンは何ですか、チャンネルの下にあるこのボタンは。なんだろうな、もう全然わかんないよね。いろんなボタン、まあ、だからテレビにつけてある、うん、なんだ、備え付けてあるものをいじって、うんうん、チャンネル変えたり音量変えたりしてたってことだね。でもこのバンバンとかしたら繋がってたってことでしょ、ラジオ。なんかよくドラマとかでもそうじゃない。なんか僕もなんか、ね、小さい頃おばあちゃんもなんかこうバシッてテレビの端バンって叩いて、うんうん、おばあちゃん、うん、でグイーンってやって戻るみたいな。そう、自分家のあったの。じゃ人んちのテレビを叩くってやばいよ急に入ってって、あ、何このテレビ映ってないじゃないよ、やばいだ。でも、そんな時代に生まれてたの。どういうこと、叩いたことある？ごめん、ちょっと思った。そうでしょ。お前ついに嘘をつくようになったか。こんな追求されると思ってなかったけど。だってびっくりしたもん。いや、俺は見てたような気が。なんだろう、なんか見てた記憶があるんだ。じゃあおぎゃの頃かな。あ、でもあったよ俺これ。うっそ、カチャカチャってやるやつ。うん。あら。上に。上に？うん。上って。2階あの。あ、そういうことか。大きいやつか。そう。ある。うん？物置にあったの？使ってなかったの？なんだお前は。やめよう。ダメだ。よくわかんないってきて、よくわかんない話を、よくわかんない二人が話したらずっとよくわかんないまんまだから。知らないものだからね。ちょっとよくわかんなかったね。今日毛が舞うよね。なんなの？今日毛が舞う。俺のセーターか。悪い悪い悪い。はい、じゃあアクセスネーム、あ、読めなかった。あ、ごめんなさい、また俺らのよくわかんない、ずっと、ね、内容のない話が終わってしまう感じ。今日で分かったね、いっぱい昔の〇〇ってすげえないただいてるのに、ね、いつも私たちがわちゃわちゃするから読めない。でもそうなんだね、いろいろあるんだな、いつもありがとうございます、うん、ということで以上、今回の番組後半は昔の〇〇ってすげえなアシストークをお届けいたしました。3つのコーナー宛てのアクセスお待ちしておりますって、ゆいちゃんのセリフでしょこれ。ありがとう、読んでくれて、はい、俺も次のメッセージくれた。お待ちしておりますアニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。そろそろお別れのお時間なんですけども。どうした、ローテンションじゃん。なんだろうな、どうしたん。なんか割と今日はちゃんとやったやん。ちゃんとやったよ。それでラジオのお仕事ですから、これは。なんだろうね、あんまやった感じがしないんだよ、なんでどうしたの。私がやっぱあれか、キモいって言わなかったらこうなるね。やっぱそういうことなのかな、ないものねだりなのかな。ないものねだり、難しいな、なんだろう。キモいって言われるのは嫌だけど、言われないは言われないで、寂しいの。ちょっと寂しいから。あ、やっぱ俺今からキモいことするから、キモいって言ってくんない。それがキモいよ。あ、なんか嬉しい今の。それがキモいでしょ。あ、嬉しいな、もっと欲しい、もっと言って。キモい。わあ、嬉しい。マジキモい。嬉しいよ。キモいキモい。ラジオや始まった感じで、本当にやめた方がいいよ。キモい俺、本当に気持ち悪いよ。キモい俺、ありがとう。ラジオが始まった感じがする。キモいよ。ということで、そろそろお別れのお時間です。番組ではアシストエポンという名のリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。こんな声出なかったもん、さっき。そうですね、確かにね。キモいが俺の着火剤なんだな。あ、そう、
キモいわそれも。キモいわ、なんか元気なかったらキモいって言ってしたらなんか俺はキモいんだと思ったらなんか頑張れる気がする。勇気出るな、勇気出る。病気よ、病気かもしれない。アニメの感想やスペシャルのメッセージ、はい、各コーナーでのアクセスお願いします。詳しくは番組ページのアクセスフォームを参照してください。はい、投げるじゃん、やばい、元気な台本投げるじゃん、すごい声が出る。そう、気持ち悪い。アニメわー、ありがとーい。わっしょーい。うるさい。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンはインターネットラジオステーション音声にて毎週金曜日配信でございます、うん、次回の配信は12月14日金曜日となっております。はい、じゃあ来週も2人でやっていきますか。おっと、さあ待て、来週はですね、待てよ、お前来ないよ。来るよ。ダメだ。来るよ。頼む。彼が来る。お願いします。アレクシスケリブ役の稲田哲也です。うわー、やばいね。いや、めちゃめちゃ大先輩だし、お芝居も本当に鳥肌もんなんだけども、やめよう。なんでよ、新しくない、そのラジオゲストを紹介してやめるって。いや、ほんとね、多分知らない人もいるかもしれませんが、このゆうちゃんと稲田哲さんの関係性をね、もうね、因縁の中で4月からもまだ戦いは続いてる。そうですね、これはほんと会うたんびにとかね、イベントとか出るたんびに喧嘩してるからね。もう毎回喧嘩って言い方悪いけど、まあ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 、いじっていただいてね、言い合いになってるから、ね、ちょっとこれやばいな、来週のラジオちょっと俺気合い入れていかないとまずい。前日アホみたいに寝るわ。いや、毎週気合い入れてよ。いや、来週気合い入れるんだけど、より、ね、うん、で、カツ丼みたいなの食ってくわ。そういうこと。で、ハチマキして臨む。単純だな、ほんと。いや、気持ちから入っていかないと、テツさんにやっぱ勝てない、うんうん、あのね、松風さんとは違うのよ。また違うやばさがね。そう、あるね、確かに、それはそう。これはやばい戦いになるよ。いや、私もどういう立ち位置にいるか分かんないもん。助けてほしい。私も助けてほしくなる、多分。どうすればいいか分かんない、どうしよう。立ち向かわないと。立ち向かうの。ダメだよ、俺ら新人だろうが若かろうが関係ない、うん、分かった、じゃあ稲田さんに2人で戦うって方針でいいのね、うん、だってアレクシスだし。言ったからね。ユータ的には倒すよ。言ったからね。負けない。オッケー、楽しみにしてください。です。とか言ったらもうめちゃめちゃ蹴飛ばして俺を。よかった。戦うんじゃねえのかみたいな。言っとく言っとく、ちゃんとツッコミ入れます。じゃあ来週はテツさんがいらっしゃるのね。はい、テツさんってのね、メールも今すぐ投稿ホームからアクセスよろしくお願いします。お願いします。そして明日12月4日から順次アニメグリッドマン第10回が放送配信されるわけですが、まあ9回の時もさ、まあ、ネタバレは控えたんだけども、うん、10回もなネタバレはできない。やめろ。今ピーム打て。今のもダメ。違う、今の、まあ、今多分怪獣が飛び交っていますけども、もう一回言って、なんつった。やめろ。し、そうなの。そうなのよ。うわ、もう鳥肌もんよね、来週もね。もうそれだけだな、情報はな。それだけ。あとなんかある。だからもう今怪獣が飛び交ってる音だけ。それもうガンガンガンって、もうめちゃめちゃネタバレしてるから今。そう、今本当にこれはもう10話のクライマックスのことを言ったから今。うわ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 、それもね、まあ、ビームで隠す。ちょっとね、うん、あの何何、そうだな、そうだ、何も言えないんですよね。ビームで隠すぐらいちょっとね、まあ、でもだからその先週終わったのがさ、リッカがちょっとみんなに聞いてほしいことがあるんだけどってことを言ってたから、うん、この後リッカが何を言うのかとかも聞いてほしいし。確かにな、まあユータもモノログでもね、なんか自分のやるべきことが分かったって言ってるから、うんうん、だからさ、もう3人がさ、もう茜のやりたいこと分かっちゃったじゃん。そうだね、あの夢の回を見てね。そうそうそう、その後に茜とどうさ向き合っていくかはね、確かにどんどん進んでいくポイントなんですけども。だってもうあとちょっとでしょ、明日も。どう解決するんやろな。しんどい、終わりたくないね。まあ、また10回見てさ、また語りたいね、今日の前半みたいにちょっとずっと語ってたもんね、今日俺、うん、真面目に語ることが多すぎるのよ、久々にさ、うん、じゃあ10回もね、うん、あ、残念ですが、うん、お時間ですということです。楽しみにしていただきたいなと思います。ということで、ね、はい、今回はここまでです。はい、お相手は響ゆうた役広瀬優也と宝田立花役宮本ゆめでした。第11回もインターネットラジオステーション温泉にアクセスフラッシュ。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしました。